さん、はい、500メートル美術館からお届け、札幌ジーンズ館。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌ジーンズ館、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは S エアーの高橋清さんです。どうも、高橋清です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、ちょうどバスセンターの地下のあたりにねございます、はい、札幌大通り地下ギャラリー500メートル美術館、こちらを会場にお送りいたします。こちら3ヶ月に1回入れ替えしてるんですよね。そうですね、1年に4回ぐらい企画があって、順次入れ替わっていきます。はい、今ギャラリーツアーみたいのがありました。合ってます、ギャラリーツアーで、はい、作品解説のギャラリーツアーを行いました。はい、はい、参加させていただきまして、アート系の若い人から、今日は飛び入りで作家の方も一人ね、はい、お会いできて、はい、嬉しかったです。解説がつくと見方がもう全然変わりましてね。あ、そうですか。いいもんですね。あ、よかったです。それは安心しました。いや、高橋さんの解説、私お上手だと思う。いや、見てる、本当に、できないです。いや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 、やっぱりこうアートのこう解説がつきますと、あ、そうやって見るんだとか、あと作家さんってこういう、こう背景の人だったんだとかいうところがね、とても分かりやすかったので、私これはね、イヤホンがにしたらいいなと思いましたね。なるほど。高橋さんの解説を録音しておいて、イヤホンガイドでね、一緒に見たいなと。それぐらいとっても良かったので、皆さんも機会がありましたらぜひ参加してみてください。そんな美術館の話も出てきます。今日も高橋さんに3つのキーワードをご用意いたしました。こちらです。じゃん、はい、500メートル美術館。初日に寝坊して選べなかった1200年前の作品に涙。はい、ということで、はい、この3つのキーワードで伺ってまいります。まずは1つ目、まさに今開催中のね、この500メートル美術館、ちょっと見どころなんかも教えていただきたいなと思います。はい、ですね、僕が担当というか、コーディネートみたいのをさせてもらってるのは4月からなんですけれども、はい、今回2回目なんですよ、うんうん、で4月から変わったのは、そのテーマを決めて作家さんを選んでるということなんですよね、はい、なので今回のテーマはエクセッシブっていう、エクセッシブ展覧会のタイトルにもなってるんですけども、はい、過剰であるだとか、ちょっと度が過ぎているといった表現、はい、派手なものとか、そういった作品を集めました。道内外の作品、作家さんの比率でいうとどうなんですか。ですね、ここは15組出てるんですけれども、道外の作家さんが3組、3組で、はい、北海道の作家さんが12組です、はいはい、このセレクトっていうのはどうやってやってるんですか。まず、テーマを決めますね、エクセッシブっていうテーマを決めて、そこからそこに合うその様々なエクセッシブの作家さんをこう、はい、にお声掛けをさせていただいて、出品していただけませんかという流れになっています。私ね、この 500m 美術館の話を最初に聞いた時は、作家さん苦労されるんじゃないかなって。横長のスペースだし、ね、そのあたりどうですか。いや、とても皆さん苦労されて難しいんですね。あと問題がやはりその通路なんで、むき出しの作品があるんですよね。はい、むき出しの、なんなら触れるぐらいのものもあります。はい、触れちゃうんですよね、はい、そこら辺がちょっと皆さんにご苦労いただいて申し訳ないなと思っているところですね。ただ今日の解説の中でもあったんですけれども、普段こう昔から知ってる作家さんでも、この横長のスペースに合わせて今までとまた違った作風のものをね出されたと、それにとても驚きましたっていう今日の解説もありましたけど。そうですね、はい、あとはここは通路ですので、うん、その作品を見る場所では本来ないんですよ、はい、その通路歩くだとか、うん、その公共施設でどういった作品を出すかっていうのを考えられた作家さん、結構今回も何組かいましたね、はい、ここの特性、はい、特徴を生かすような作家さんや作品が結構出てきてます。苦労しながらも作家さんご自身も思いがけない、この場所に合わせてひねり出したものがね、うん、思いがけない作品との出会いにもまた、そうですね、新しいこう
作風だとかスタイルがここから出る可能性もあります、はいうん、どうなんですよ、こう全国的にねこういった地下通路を使った美術館っていうのは、いやあまり聞いたことはないので、ね、こんなに長いスペースっていうのはないかもしれないですね、結構長いと思います、うん、結構長いし全国的にも、はい無料だし無料で見れますし、はいまあ、年に4回本当に入れ替えがあって企画された作家さんが選ばれているっていうのはあまりないんではないかな、うんはい、そうですよね、無料で見られるのに結構こう有名な作家さんもいらしてますからね、うん、そうですね、活躍されている作家さんもいるので、たくさんいらっしゃる、はい、このあと11月からの私楽しみにしてるんですよ、またあはい、11月からですね、うんはい、なで型インサントパーティーという、うん、その3人のアーティストユニットがまあ、ソロプロジェクトというか、はい、市民の皆さんを巻き込みながらここを作っていくっていう企画になってます。いや楽しみです、個人的にもとっても楽しみにしておりますので、皆さんどなたでもですね、参加できて、一緒に作品を作って一緒に展示ができるっていう、そのスタッフも募集しておりますので、そうですか、なるほど、ぜひぜひ。どういうスタッフさんを募集してるんですか。ですね、一緒にその展覧会を作ってくれる、なで型さんのお手伝いをしてくださるスタッフさん、アシスタントみたいな感じ。そうですね、でも一緒にこう企画を考えたりだとか、はい、本当に作品を一緒に作ったりだとかっていう形で、本当に子供ももちろん大人の方、皆さん参加できますので、いいな、絶対面白いと思いますよ、はい、なで型きますよ11月、楽しみにしていただきたいと思います。では2つ目のキーワードです。